フラグミペディウム属フラグマイピーディアムは卵化植物の分類群の一つ。パフィオペディルム属によく似ている。ヨーラ卵としての略語はフラグである。フラグミペディウム属は卵化の多年層である。厚森層赤に属し、この赤に共通する特徴である大きな袋状の新弁を持つ。特に同じ赤のパフィオペディルム属とは全体に共通する点が多い。分布は大きく異なり。 パフヨペディルム族が東南アジアを中心とする一帯を分布域とするのに対してこの族は中南米に分布する。溶蘭として栽培される。ただし種数は少なく花もより地味なものが多いことからパフヨペディルムほどに重視されてこなかった。後配品種も少数ながら存在する。名前はフラグマとペデロンからなり。 脂肪が三室に分かれていることと神弁がサンダル状である特徴に由来する。フラグマイピーディアムボイジリアナム地上生化、岩の上に着生する。茎はごく短く、地上には葉だけが根室状に出る。葉は細長く、中央で二つ折りになって出てくる。花は立ち上がった家系の上に数輪がつく。花の基部にはよく発達した包容がある。 花は一つずつ下から順に咲くか、複数が揃って咲く。外花皮は大きく開き、側角辺は左右が融合して下に向かう。側花弁は左右に大きく開き、新弁は壺状か袋状。随中は新弁の作る袋の口の基部側を覆う。随中の上側先端には仮押すしべがあり、その下側に中等、基部の両側下面に押すしべがある。 これらの特徴はパフィオペリルム属とほぼ共通する。異なる点としては家系にある包要がよく発達すること、脂肪が酸質に分かれることなどがある。また、葉もより細長いものが多い。蒸気のようにこの属とパフィオペリルム属とは禁煙であり、また花そのものもよく似ている。ところが、それ以上に興味深い例として、同様の方向の進化が見られる例がある。 厚森草赤のものには、側花弁が長く伸びる、形の花が各族に見られる。特にパフィオペディルム族にはパフィオペディルムサンデリアヌム、パフィオペディルムサンダーキャナムという種があり、この種の側花弁は、ねじれながら垂れ下がって90センチメートルにも達する。これに対して、フラグミペディウムカウダツムフラグマイペディアムコデイトムも、 それと同様にガーカベンが垂れ下がって70から80センチメートルにも達する。極めて遠く離れた地で同じ方向の進化が進んだ一種の平行進化の例として興味深い。蒸気フラグミペディウムカウダツムに近縁なフラグミペディウム、リンデニーピーリンデニーはこの属の大きな特徴である。袋状の新弁を持たない。それ以外の下避はカウダツムとほぼ同様で目立った特徴である。 長く伸びた側加弁もほぼ共通しているが、新弁の位置にある花びらは、側加弁とほぼ同型の形となっており、先端が長く伸びる点まで共通している。これは、新弁が側加弁の形になった地形にあたり、同様の突然変異は、他の欄でも時に見られるものである。だが、この種の場合、この形が種の特徴として固定しており、受粉して種子を生産している。 分類については、カウダツムの変種 P、コデイトムバリエーション、リンデンイとする扱いもある。中央アメリカから、ブラジル、ペルーにかけて分布する。産地帯に生育するものが多い。地上に生えるものが多いが、岩の上に着生するものもある。特殊な例として、フラグミペリウムベッセアエピベッセアエは、水の流れる、垂直の崖に着生する。ヨランとして栽培される。 ただし、パフィオペディルム属が4対応欄の一角と認められているのに対して、フラグミペディウム属はそれほど高く評価されてこなかった。これは、形態的によく似たパフィオペディルムがあること、それに比べて種類数が少なかったことや、可色や形が比較的地味であったことが理由として挙げられる。しかし、近年になって、主赤色の花をつけるフラグミペディウムベッセアなど、 パフィオペディルムにはない色調の花をつけるものやより、干渉価値の高い種が発見されており、見直しが進むだろうとの推測もある。優秀個体に名が与えられたものもあるし、数は多くないが、後輩品種も存在する。また、個々の花もパフィオペディルム属が1ヶ月も保つのに、比べてはるかに短命である。ただし、これについてはこの属のものは、複数花が、 順に咲いていく特徴があるため、干渉のできる期間はそれほど短くない。なお、この属もパフィオペディルム属と同様にメリクロン法が利用できず、大量繁殖は困難である。全種がワシントン条約の付属書 I 類に指定されている。約15種が知られている。代表的なものを以下に挙げる。ありがとうございます。